はい、哲也です。今日はね、アビガンの薬効と日本の課題というテーマでお話ししてみたいと思います。いやー、新型コロナウイルスの猛威はとどまるところを知りませんね。4月18日現在、世界全体ではですね、コロナ感染者数は200万人、死者は15万人に及んでいますよね。日本国内でもですね、感染者がついに1万人を超えて、死者は200、30人といったレベルに達してますね。新型コロナウイルスがインフルなどより怖いのは、何といってもワクチンも特効薬もないという点にあります。ワクチン開発には最低1年半はかかりますしね、特効薬としての新薬をゼロから開発し実用化するには10年近くもかかると言われてるんですよ。そこで今ね、かつて別の用途で開発された既存薬を新型コロナに応用する研究が進んでるんですよ。世界の製薬会社や研究所が新型コロナ治療薬開発に既存の薬や技術を応用するのは、有効性が確認されればすぐにでも医療現場で使えるようになるからなんですね。パンデミックとかオーバーシュートが相次ぐ中ね、もはや治療薬の投与は一刻の猶予も許されない状態と言わなければなりませんね。その点、既存薬は安全性確認など時間のかかる作業が終わっているため、短期間で薬として使えるという利点があるというわけなんですね。現在既存薬で新型コロナ薬として期待されているのは、表に記載されているようにね、少なくとも十数種類はあります。既存薬でも治験で新型コロナへの有効性が確認できれば、各国の規制当局への承認申請に進むことになるでしょうね。そんな中、日本の製薬メーカーも頑張っていますよ。富士フィルムホールディングスのアビガン、一般名称はね、ファビピラビルというそうなんですけどね、もう下を噛みそうですね、ファビピラビル、そのアビガンもですね、別の病気、これは新型インフルエンザ薬として開発されたものなんですけどね。ですけれども、今回ね、新型コロナウイルスが、体内でね、増殖するのを防ぐ、もっと具体的に言うとね、ウイルスが細胞内に取り込まれるのを防ぐ、効果が あるとね、報告されているようなんですね。現在アビガンは日米で、治験を開始しています。中国ではね、すでにね、治験は終えたという情報もありますけどね、日米では最短で6月末までに治験を終え、年内にも市場に出てくると言われています。そんな中ね、4月18日に日本感染症学会が東京都内でね、シンポジウムを開き、これネットでね、ネットで配信したという形らしいですけどね、だからその現場にわっと人が集まってないわけなんですけども、それはいいんですが、新型コロナウイルス対策にあたる政府のね、専門家会議のメンバーや治療にあたる医師などが最新状況を報告したということです。で、報告者の一人である藤田医科大学の土井洋平教授はね、アビガンを患者に投与した状況についてね、報告しました。それによりますとね、アビガンを投与された300人のうち、軽症と中等症の患者ではね、およそ9割、人工呼吸器が必要な重症患者では6割で、2週間後に症状の改善が見られたということなんですね。土井教授は、既存薬で改善したケースも出てきているが、有効性を確かめるためには薬の投与がない患者との比較や投与するタイミングなどの検証が今後必要だと、語っているそうなんですけども、そうですよね、投与後2週間も経てばね、アビガンの効果がなくてもね、患者が自力で治した可能性もね、十分ありますからね、当然ですよね。ただ重症患者、人工呼吸器が必要な重症患者でも6割が、症状が改善したというのはね、これちょっとね、やっぱり薬効があると見るべきだろうと思いますね。ただね、アビガンには一つのね、重要な問題があったんですね。それはね、原料、これマロン酸ジエチルというものらしいんですけども、それをですね、これまで中国産に頼ってきたということなんですね。何でも中国産にね、頼りすぎですよ、日本はね。
まあ、それで現在日本でね、アビガンの備蓄はですね、200万人分はあると言われてるんですけどね、まあ、最近分かったことはね、新型コロナに関してはね、一人の治療に、まあ、インフルエンザの治療に比べてね、2倍から3倍程度が必要と分かったんですね。ですから今、実質はですね、200万人分と言われてますけども、70万人分ぐらいしかないんじゃないかと、ね、いうことがまあ分かったわけですね。アビガンはすでに基本特許が切れていてですね、中国ではもうジェネリックの量産体制に入っているという話まであります。したがってね、今後ね、原材料の調達が非常に厳しくなる可能性が出てきたわけですね。それでアビガンの備蓄量を新型コロナウイルス対策として200万人分にするためにはね、現在の3倍の量が必要ですしね、またね、コロナだけじゃなくて新たなウイルスの登場もね、懸念されますよね、今後ね。あとね、輸出用もね、当然考えておくべきでしょうからね、まあ、ぜひともね、国内で原料を安定的に調達できる体制を整えなければならなくなってきたんですね。そこでね、富士フィルムは原料の国内調達に切り替える方針を打ち出しました。まあ本来ね、医薬品の原料を変更するにはね、かなりの時間がかかります。原料の調達先変更を申請する場合にもですね、通常なら品質の確認やね、登録手続きに1年程度かかるらしいんですよ。すごいですね。そんなにかける必要あるんでしょうかね。まあ、ただしね、今回は特例的な措置でね、こうした手続きが 1,2 ヶ月程度に短縮されたそうですよ。やればできるじゃんってね。まあ、本格的な増産はね、7月以降と見られね、まだ3ヶ月程度ね、要するとのことなんですけども、まあ先日ね、日本のカネカやね、デンカといった、まあ、メーカーがですね、原料を量産することをね、発表しました。それでね、両社の株価がドカーンと上がったというニュースが流れました。いいことですよね。まあね、これはアビガンだけの話ではありませんけどね、日本の治療薬全般に言われている課題があるんですね。それはね、薬の承認に時間がかかりすぎるという点なんですね。トランプ大統領はね、先日、まあ、治療薬承認に向けね、あらゆる障壁を取り除くと、まあ、述べてね、新型コロナ薬の早期承認を公言していてですね、まあ、有効性が確認された薬があればね、もう1ヶ月程度で承認される可能性があると言われています。まあ、欧州や英国でもですね、規制当局が新型コロナ治験支援や条件付きでの迅速承認を準備しているということなんですね。その一方で日本はね、承認審査スピードを早める先駆け審査指定制度があるそうなんですけどね、なんでこの名前、先駆けまあいいけどね、まあ、そういう制度があるそうなんですけど、それでもですね、最短でですよ、6ヶ月程度もかかるそうなんですね。半年かかると。その上ね、薬価が決まるのにもですね、1、2ヶ月かかるということなんでね、これではね、海外に比べてあまりにも時間がかかりすぎると言わなければなりませんよね。もちろんね、薬効すなわち薬の効果についてはね、その有効性を科学的にきちんと証明しなければなりませんのでね、ただ闇雲に承認のスピードを上げればいいというものではありません。まあ、薬効をきちんと確認するとともにね、投与の最適なタイミング、あるいは副作用の有無やその程度、あるいはね、副作用を起こしやすい人の、まあ、状況ですね。例えばアビガンの場合は、まあ、動物実験などを通じてね、妊婦への投与にはね、再危険性があることが確認されました。まあ、要するに危険をね、誘発しやすいということなんですね。まあ、そういったことをね、しっかり見極める必要がね、ありますのでね、まあ、ただスピードアップすればいいというものではないということなんです。しかしそれにしてもなお、日本のやり方はやはりスピード感に欠ける面があることは否めませんよね。今後日本においては薬効の科学的証明などをしっかり担保しつつ、なおかつ諸外国並みに治療薬の承認をスピードアップできる仕組み作りを早急に進めるべきだと思います。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた、 Good luck。 目覚めよ日本人。よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。